ここはこの町に新しくできたバズるショート動画ゲームセンター。早速3人の若者が訪れてきたようだ。お、なんかそこあるね、それこれなんすか、これブスって書いてある バズですね、これ。あ、これバズか、ね、ブスじゃないの。バズるショート動画ゲームセンターだって。いいね、いいね、一番いいじゃん。こんにちは。あー、バズが足りん。広いね、広いね。バズが足りん、バズが足りん。バズが足りんのじゃ。バズが足りんのじゃ。帰る、バズが足りん、バズが足りん。あ、待って待って待って。あ、待って、君たち、君たち、君たち。バズが足りんのじゃ。帰ろうか。バズが足りんのじゃ。全然。って言われましてもですね。これからね、この季節的にどうなる？寒くなる。違うのよ。違うの？冬休みじゃろ、冬休み。はいはいはい。これから冬休み、冬休みになると、小学生、中学生、高校生、もしくは大学生、大人まで、みんなもう家にこもってショート動画しか見らんのじゃ。なるほどね。はいはいはい、なるほど。なのに、バズるショート動画が今一個もストックがない。ない。はいはい。これはまずい。危機ですね。これは危機。やばい。ということで、うん、まあちょっと君たち来てもらったところ、悪いんだけど、ちょっと返すわけにはいかんのじゃん。やばいやばいやばい。ちょっとちょっと。やばい店入った。やばい店入ったわ。今日は、バズ盛りね。バズ盛り。まあ、ここにちょっと書いてあるけど。はいはい、これバズ盛り。バズ盛り。バズ盛り。そうです。バズ盛り。バズ盛りを、10本出すまで、帰れません。うわー、なんかすごいな。あー、きついな。バズ盛り？バズ盛りかー。バズ盛り。わかったのよ、わかったのよ。とりあえずちょっとね、はい、まあ何があるか見て回る。うんうん、そうね、そうね、うん、ここね、ゲーム名書いてある、はいはい、33個のダイヤ、はいはい、うん、ダイヤ、うん、はいはい。あと、あのこっちもまだあと2個あるんや。フリートーク、テーマ、最近買ったもの。フリートーク、うん、フリートーク。これゲームじゃないですか。これフリートークでも、まあ、君たちなんか面白そうだから、フリートークでもバズ盛り出せれば全然それはそれでいいよと。なるほど、うん、なるほど、はい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 、うん、バズ盛り10個出せば終わりだから、早抜けだから、もうバズりそうなもんからやってった方がいいと思うんだが。そうね、うん、なるほどね。そうね、でもやっぱ一番バズりそうな感じはやっぱこれかな。あー、鍾乳石だった、直下掘りな。直下掘り、はいはい。じゃあとりあえずこれから行ってみるか。まあ今ね、皆さん直下掘りのステージにいるんだけど、そしたら試しにバニちゃんが一個隣のダイヤ、そこからちょっと掘ってみてもらっていいかな、一個だけ。はいはい。そしたら今しんべえさんの右側に、しんべえさんのレーンに鍾乳石が落ちてきました。ちなみにじゃあ、西川さん1個掘ってみようか。はい、そっから、うん、はい、お、西川さんが掘るとバニちゃんのレーンに鍾乳石が落ちてきました。はい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 、はい、じゃあしんべえさんも1個掘ってみよう、そこ。はいはい、しんべえさんが掘ると西川さんのとこに落ちてきました。びっくり。はい、何個かに1個オブザーバーがいるという、場所があるんで、はいはい、そのオブザーバーのところを掘ったら鍾乳石が落ちてきます。ぷよぷよやん。ぷよぷよなの？絶対違うだろ。なんでもうルールは簡単、一番最初に一番下に到達した人が勝ちですね。ではオブザーバーがあったら隣の人に鍾乳石が落ちてくる直下掘り、用意スタート。はい、です。さあ掘っていきます。掘っていきます。さあまずは、まずは、まず1個目やりました。さあみんなセーフティーゾーンに入って、あ、しかしここで1人掘り進めていく人がいた。西川さんが掘っているということは、バニちゃんのように1個来たぞ、1個来たぞ。あ、そして1個目も来た。よっしゃ、西川さん入った。さあこれで、西川さんの、これ、はい、バニちゃんが死んだってことは、そうですね。これは、しんべえはいけるってことか。しんべえさんいけるから。俺いける。あったー。あったー。あ、なんかバニちゃん死んだらもう無限にしんべえいけるんだ。そうだね。そうだね。誰が一番最初にやられるか、ね、このゲームポンコツや。やった。
これさ、はいはいはい、ただ、うん、あのこの掛け合いとかちょっとツッコミでこう、うん、バズ盛りっていう可能性も、うん、ある可能性ある、うん、ある、うん、ある、うん、どうかな、どうかな、今のは、うん、小バズ、小バズ、小バズ、新しい言葉、新しい言葉出てきた、急に小笑いみたいな、うんうん、今のは小バズじゃん。俺ね、だるまさんが転んだ。ああ、いいっすね、いいっすね。だるまさんが転んだ、じゃあ行くか。はいはい。はいはい。はい、オッケーオッケー。はい、みんなボートに乗ってるな。じゃあ、私が、ここで、だるまさんが転んだって言って、マジか。はいはいはい。振り向いたときに、動いてた人はもうゲームオーバー。なるほど。うん。オッケー。だるまさんが転んだ。ん？しんべヱさんアウト。よく出しすぎないよな。なんで燃えてたの？なんで燃えてたの？なんか燃えてた。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。アウトや、はい、さあ西川さんは次の1回でこのライン越えなきゃいけないです。うわマジか、いくぞ。はい、だるまさんが転んだ。どうすかどうすか。まあ、クリア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 で OK。バズモリー、うわバズモリー、バズモリー、一バズね、きた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 。確実にさっきの直下掘りの方が伸びるんだけど、はい、2個連続バズモリ出さないともうこの終わんないんで、ちょっと情けバズモリです。お情けバズモリね、お情けバズモリ、お情けバズモリ、正直言うとバズんないと思う。33個のダイヤ、はいはい、これはなんと、うん、このゲームセンター一押し、お究極、いい、究極におもろい。まずこちらのゲーム、ダイヤの数が重要になってきますので、はい、上にダイヤがありますので、まずそれを全部取ってください。あ、はいはい、用意スタート。はい、ん、何？めっちゃ取れるよ。いい、はい、取ってください。うん、はい。あ、はい、はい。で、こっち向いてください。はい。うん、はい、皆さん、上見てもらったら、なんか色がついてるとこあると思うんですけど、はい。わかりますか、はい、今から皆さん、ちょっと浮遊し始めますんで。はい。浮遊？危険、はい、危険エリア青。ダイヤが14個以上あるプレイヤーは、ここで死亡します。ダイヤは落としたりしてはいけません。ダイヤが14個以上あるプレイヤーはここで死亡します。あれバレちゃん、危険エリア黄色、ダイヤが13個以上あるプレイヤーはここで死亡します。危険エリア黄色、ダイヤが13個以上あるプレイヤーはここで死亡します。あれ、危険エリア赤、ダイヤが12個以上あるプレイヤーはここで死亡します。危険エリア赤、ダイヤが12個以上ということで、はい、全然取れてなかった。こちらやだ、33個のダイヤはクリアしたの。はい、しんべヱさんがクリアしました。はい、しんべヱさんは何個、みんな均等に分けてればよかったのか。バズモリ、よっしゃ、バズモリ、ナイスバズモリ、うん、はい、もう一回したら絶対クリアできるよ。もう一回したらもう一回したらクリアできるな。あ、いいっすか、ショットガンタッシー、うん、ショットガンタッシー行く、はいはい、じゃあ行ってみよう。ショットガンタッシーこちらなんですけど、はい、あっただここ ね、ボタンを押すじゃないですか、はい、ボタンを押したらね、ああ、あそこに落ちてくるんですよ、はいはい、金床が、はいはいはい、なんであれで死になさいという、はいはいはい、あの滑って手伸ばすやつな、そうそうそう、はいはいはい、今回は手伸ばしても手挟むだけであれなんで、ちゃんともう頭上から受けるしかないんですよあれはね。なるほどね。さあではしんべヱさんのショットガンタッシ始めてください、どうぞ。
はい、行きます。さあ、しんべさん成功するのか、ショットガンタッチ、はいはいはい、いけるか、いける、あ、いける、あ、死ねない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 、いけない。さあ、バニちゃんも行ってみようか、ショットガンタッチ。こういうやつよな、こういうこういう予想がね。おさあ、ちょっとさ、スタートがよれたぞ。あ、全然ダメ、全然ダメ、全然ダメです。そっから助走して、そっから助走。いいよいいよ、いいよ、そっから助走しても、場外助走 OK。 はい。いきますよ。どうぞ。おっしゃ、さあ間に合うか。いい、ダッシュジャンプ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 。オッケー、いいよ。あ、全然間に合ってない。全然間に合っていない。惜しい。これ間に合うのこれ。間に合わなかった。これやっぱ相当なスポーツマンじゃないと間に合わない仕組みになってるんでさ、ちょっとしんべヱさん行ってみよう。はい、ケインじゃないと無理やな、うん、ケインじゃないと無理かもしれない。次はいけるよ、はい、次いける、はい、いった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 、いい流れだね、雰囲気いけそう、雰囲気いけそう、うん、おー、ナイス、ショットガンタッシュ成功。これむずいぞ、むずいね。バニちゃん最後まで残っとった方が負けな。いや、もう終わりっす、まだやろう、終わった終わりっす、はい、めっちゃ気に入ってるじゃん。ショットガンタッシュはコバズ。あれ、コバズか。コバズです。バズらないか。しんべヱさんが成功ってところか。そうだな。うん、じゃあ僕決めますね。うんうんうん、じゃあ2番が勝ち。2番が勝ちいってみようか、じゃあ。おー、はい、いいね。皆さんの部屋にはボタンが2つあります。はい、はいはいはい、濃い方のボタンが本物のボタン、本物のボタン、うんうん、白い方のボタンが偽物のフェイクボタン。濃い方のボタンを押すと隣の部屋、まあ全員同じ部屋なんだけど隣の部屋に移動するんですね。その押した人は隣の部屋に移動したタイミングが2番目の人が勝ちっていうゲームなんですね、これは。そういうことね、うん、ああ、なるほどね、はいはいはい、で制限時間が1分。あ、はいはい、はい、いい感じの1分ね、はい、1分間の中で2番目に移動した人が勝ちと。了解です。はい、制限時間とかもちゃんと出る仕組みにしてあるんでフェイクボタンとかも駆使しながら隣の人に移動したんじゃないかと思わせながら、はいはい、はいはい、では制限時間が始まります。はい、残り60秒。さあ2番目に隣の大部屋に移動した人が勝ち。誰かボタン押したな。ボタンを押しましたね、誰か。さあ、もうすでに移動した。あ、ジシカさん、俺一番やったー。マジか、しくった。移動しちゃいました。しくった。しくった。うわー。マジで、あ、俺、まだ来てねー。誰も、バニちゃんも誰も来てないんか、まだ。あー、一番か、バニちゃん。誰も来てないのに。しくったって、西川くん、え、どういうこと？あー、ボタン、俺、間違ったわ。間違った、さあ、間違った。一番目に移動してもダメ、三番目に移動してもダメ、二番目に移動した人が勝ちですよ。今今とか言ってない移動してなかったのかな移動してなかったの今さあ残り10秒となってまいりましたが、いや、いつだろうということで西川さん1番、しんべヱさん2番、早くない？兄ちゃん3番となりました。早くて、もうちょいさ、早くない？俺もう行っとるやろうと思ってね。もう行っとるやろうと思って。もうね。じゃあ俺、二人もう行ってたのにカチカチフェイクボタン押してたんですか？これ来たんじゃない？これ。これよかったんじゃないかな？これは来たんじゃないか？これは、バズモリー。おお、よっしゃ、バズモリー。これバズモリです。バズモリ。なかなかね、良かったです。これはなんかもう一回やっても面白くなりそうな雰囲気が。そうそうね、そうね。結構。まあちょっと後でやってもいいから、ちょっと別やってみようか、また。はい。はい。これ水中迷路。水中迷路。はい。水中迷路。いいっすね。そしたらですね、これあのダイヤの部屋があってそこがゴールなんですよ。はいはいはい、はい、まあ、ダイヤの壁になってる部屋なんで、まあ行けばそこは空気があるんで分かると思うんですけどもうシンプルに水中の迷路です、これは。ほうほう、はい、うん、ということでもうゴール目指してスタートしてください、はい、どうぞ。
レッツゴーレッツゴー、お、いいねいいねいいねいいいい、しめさん、しめさんレッツゴー、そうそうそう、それ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 、あ、いいいいいい感じいい感じ、どこだ、あ、いや違うな、あ、ここは来たよな、大丈夫、息続いてる、やべえな、やべえな。狭いとこに、やべえやべえ。狭いとこに3人いるな。やべえな、一回戻るな。一回戻るな。入れな、入れな。絶対戻んない方がよかったよね、ばんちゃん。死んだ方がもや。よし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 。さあ、西川さんっす。待って、あれちょっと、あれ追い抜かれてるよ。追い抜かれてるよ。あれなんでこれ俺身長高い？コントロール押す。コントロール押す。オッケー。バニちゃんこんにちは。うん、バニ。え？え？どこ？みんなね、ずっとなんか同じミスしてる感じやな、それ。俺バニちゃんいる。あ、どうだ？なんで？西川さん。え？あ、西川さん。あ、いや。ここか。あ、西川さん。ここか。あ、いや来たんじゃない。あ、西川さんどうなの？どうなの西川さん。来たんじゃない？え？え？え？ちょっと待って、ここじゃないの？え、違うの？あ、え？え、なんかすごいいいとこ来た気がするけど。シムさん、いいとこ来た気がするけど。あれ、ここ、なんもねえ。なんもねえ。え？ここか？さあ、しんべえさん。そう、もうね、ゴールへの道はほとんど1本ぐらいしかないよ、あとここか、おおおおおお、しんべえさんゴール、なにしんべえさんゴールです、なになんか、やったわかったわかった、これか俺なんかこ、画面がこうだ、はい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 、あー、西川さんもゴール、ね、はい、いけたいけた、マニちゃんダッシュボタンね、はいはい、はい、え、ゴールの道大体分かった？もうバニちゃん、あ、バニちゃんまだまだそっちなんだ、あ、え、まだそっちなの？そうだ、そっちじゃないよな、そっちじゃないよ、バニちゃんまだそっちなんだ、まだそっちなんだそっちじゃないよな、ほら、こっちだぞ、うん、こっちだよ、ちそっちか、バニちゃんワンちゃん、そっちか、あー、わかったぞ今わかったぞ、わかった今わかった、もう一回やったらいけそう、さあどうだどうだどうだここ、はい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 の、はいはいはい、ここじゃ、はい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 、あー来た来た、来た来た、バニア来た、え、来た来た、あ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 、いた、あ、ナイス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 、あ、来た、クリアクリアクリア、全員クリア、よし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 、素晴らしい、ナイスパズ、ナイスパズ、ただいまの結果、はい、バズモリ、バズモリ、バズモリです、はい、結構長かったんで編集すればいい感じでいいところだけつなげるんじゃないかっていう予感がしてます。うん、いいぞ、はいはい。さあさあさあ、じゃあ他にバズね、バニちゃんまだいっぱいあるから。次、うん、何でもいい。あ、俺でいい？うん。うん。2番が勝ち行こうかな。まあ2番が勝ちね。もう一回やるの？いいけど。うん。さあということで皆さん、皆さんのところにボタンが2つあるんですけども、そのボタンのことは分かりますね。はいはいはい、黒が本物のボタン、白が偽物のボタン、偽物？黒のボタンを押すと、隣の部屋に移動します、はいはい、このゲームは2番目に隣の部屋に移動した人が勝ち、はいはいはい、制限時間は1分、1分以内に絶対移動しなきゃいけないんだけど、1番目に移動した人と3番目に移動した人は負け、2番目に移動した人が勝ちとなります、はいはい、では制限時間始まりました、60秒以内、はい、よいしょ、さあさあ、はいはい、もう今移動しちゃったのかな、あーもう、あーもう、まだ行ってない、もう行いやもう結構さっき早かったよね、はいはいはい、行ったよ、もう行った、はい、もう行った、行った行った、どうすか、誰かいますか、西川さん一番目に来ちゃった、はい、僕だけですね負けじゃん、いやもう負けたんだけど、もうごめんけど負けた、負け確
負け格ごめん。負け格か。残り30秒。残り30秒で。さあ、ルールを理解してなかったか。ルールを理解してなかったか。さあ、これは2番目に誰。さあ、これはどこだ。さあ、あと19秒、18秒、17秒。さあ、もう移動はどんな感じなんでしょうか、今。どうかな。先ほどね。あら、行った、行った、行った。西川さん、行った。行った、行った、行った、行った。行った近く行った。遅いのよ。遅いのよ。もう遅いのよ。どういうこと。そこ出れるようになってるんや。西川さん、最下位ですね。3位、バニちゃんが1位で、またしんべヱさんが2番で優勝です。強いな。強いね。セカンドマン。セカンドマンです。何でもしんべヱさん2番です、はい、そう、あの次男坊なんで。次男坊だから。はい、ということで2回やってもしんべヱさんが優勝、うん、私ね、次気になってたのあるんですよ、うんうんうん、はいはいはい、ウエスクロール。ウエスクロール行くか。あ、いいね、はいはい、面白そう。ウエスクロール行ってみよう。こちら一度やったことあると思うんですけど、下からマグマがこうせり上がってきますんで、はいはいはい、ジャンプしてって最終的に、ま、黄色の壁のエリアがゴールなんで、そこまで行きましょうと。スタート、どうぞ。さあ、まずね、そこにちゃんと乗らないと。あれ、やばっ。石川さん、やばっ、やばっ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで、なんで。私ね、次気になってたのあるんですよ、はいはい、ウエスクロール。ウエスクロール行くか。あ、いいね、はいはい、早いよ。なんで。さあ、しかしそれ以外の2人は結構余裕があって、もうしんべさん余裕がありすぎて、もう全然少し待ってもいいんじゃないかぐらいあるぞ。これはお、マグマがもう全然見えてないぞ。どうだ、バニちゃんどこ。バニちゃん、バニちゃん来てるね。バニちゃん来てるね。来てるよ、もう来てるよ。ゴール近いよ。来てる、来てる、来てる。ちょっと待って、そこむず、え、そこむず、え、ちょっと待って、早く行って、しんべさん。さあ、しんべさん、戻ってきた。あ、しんべさん、大丈夫、しんべさん、大丈夫、大丈夫、しんべさん、大丈夫。あれ、ゴール、ゴール、あ、いけ、いけ、いけ。やったー。バニちゃんクリア。バニちゃんクリアです。バズモリー。おい、これに関してはやっぱバニちゃんが押したっていうところが、非常に良かったですね。あ、ごめん、はい、あ、ゲームできてないよ。ごめん、ゲームできてな、できてない。もう西川さん死んだと静かにしてましたもんね、邪魔せんように。はいはいはい。一言も口挟まなかったもんな。うんうん、うん、大泥棒と2人の警察、はいはい、あ、いいねいいね、大泥棒と2人の警察。じゃあこれはもういい、まず泥棒と警察を決めなきゃいけないんじゃが、私が指名します。はい、西川さんとしんべさんがここの剣を取って警察になってください。 OK、はい、よし、はい、警察。バニちゃんは大泥棒。OK。じゃあまず飛ばします。あ、バニちゃん、そこの看板に書いてある文字を読み上げてください。はい、15秒透明化。はい、一回押してみようか、バニちゃん。はい、あ、消えたぞ、ルパンが。え、消えた、消えた、消えたぞ、ルパンが。消えてる、ルパン、ルパン。どこだ。さあ、見ました。ということで、バニちゃんはこれ15秒間押したら透明になれるボタンが屋上にありますと。はい、そのボタンは泥棒のバニちゃんだけが押していいです。バニちゃんの目的はチェストあるじゃろ。はい、それちょっと開けてみたら、はい、ダイヤが1個入ってないかな。はいはいはい、はい、でこれ全部で9部屋あるのね、あの正方形の形でこう、はいはい、9部屋、はいはい、バニちゃんの目的はこの9部屋のダイヤを全部盗み出すと。オッケー。で、西川さんとしんべヱさんの警察はここにいるんじゃないかって思ったらその剣で殴っていいです。あ、見えてなくても。見えてなくて、うん。ずっと振りっぱなしとかはダメよ。はいはいはい、ずっと振りっぱなしとかはダメだけど、あ、ここにいる。例えばチェストを開けたのが見えたとかね。はいはい。そのから振っていいです。で、隣の部屋移動するときはそこのボタンね。はいはいはい。うん、押せば移動できますと。まあそんな感じでバニちゃんは透明化のボタンは何回戻りに押しに行ってもいいので15秒間で切れちゃうんでね。もうあのスタートって言ったらしんべさんも西川さんもバニちゃんも自由に動いて OK です。大泥棒と2人の警察、
用意スタート。さあまずオードローが透明になりました。オードロー当然透明になって、おっとあそこが開いたぞ、開いたぞ、開いてるチェストがあるぞ。あ、ドアも開いたぞ、今ドアも開いたぞ。さあしかし15秒間なので、どこかでこれバンちゃんが、もうない、もうない、捉えてる、捉えてるぞ。あ、え、あ、あ、あれ、え、あれ、え、名探偵、名探偵やった。あ、でも、いや、透明人間開いてたもんね、西川さん。ああ、もう完全にチェスト開いてた。ああ。よし、じゃあ、はい、透明化する大泥棒と2人の警察。大泥棒が9個全部屋のダイヤを奪い取ったら大泥棒の勝ちです。それでは、用意、スタート。はい、さあ、まずは大泥棒が透明化しました。そして警察も分散します。どこだ？大泥棒から当然警察に。さあそして大泥棒がチェストを開けているぞ。すでに警察の方は気づいていないのか。すでに捕らえた場所があるぞ。え、いや、あ、これあるな。あ、いや、あるな、ある、まだ捕らえてない、あるな。さあ大泥棒の、大泥棒開けてるぞ、大泥棒開けてるぞ、大泥棒開けてるぞ、開けてるぞ、大泥棒、透明化の大泥棒が開けてるぞ。そして大泥棒はなかなか、あ、ない、なくなってる、なくなってる。下から先に行ったのか。ない、下ない。あ、下捉えてる。西川さん、下と、さあ、大泥棒が、下ない、また別のところを盗み取ったんですか、今。盗み取っ、上もない、上もない。西川さん、警察のこれは失態か。もうすでに3カ所のダイヤを盗まれてしまっている。ない、大泥棒は今どこにいるんだ。今ここ開いてたよ。今開いてた。しかし、取り逃がしたか、取り逃がしたか。どこだ、取り逃がした。取り逃がしたか。さあ、大泥棒は今どこにいるんだ。あ、でもこんな子はあるんだよ。これは透明がなかなか消えないってことは、大泥棒は結構な頻度で上に戻って押しに行ってるぞ、これは。え、何度も上に戻ってるぞ、多分これは。え、さあ、そこが開いて。しめさん、その部屋のダイヤはどうなの。あ、あります、あります。そこはある。真ん中だけ取られてんのか。ってことはあるね。ある。さあ、大泥棒がまた。ダイヤを取った。ここない。どこを取ったかを忘れてしまっている。大泥棒が取った部屋の、あ、開いた、開いた、あれ、あ、これ西川さん、それは西川さんです、これは西川さん。さあ、大泥棒今何個取ったんだ。あ、ここ取られてる、取られてる。あ、西川さん、そこ取られてしまってる、取られた。なんという失態、ここも警察のなんという失態。え、ここは入ってる。大泥棒今何個ですか。大泥棒取られてるな。5個です。5個、大泥棒5個、あと4つか。あ、ここ取られてないよ。あ、いた。今開いてたぞ、しめさん。どこだ、しめさん。どこだ、どこだ、大泥棒。大泥棒、振らなきゃ、振らなきゃ。大泥棒、どこだ、大泥棒、どこだ。あ、大泥棒。あ、どこだ、おりゃ。しかし、いないのか、いないのか、いないのか、大泥棒、逃げ切った気がする。上に逃げたんじゃない、逃げ切ったか。え、上、大泥棒の生命線は上のボタンだぞ。あ、しかし、大泥棒、さらに、あそこの、このチェストを開けたぞ。さあ、大泥棒、今何個ですか、大泥棒さん。8個です。大泥棒8個。ラス1。取られてないラス1がどこか。あ、下取られてる。取られてる。西川さん、そこも取られている。ってことは、どこだ、大泥棒も把握してない。警察が最後の1個を把握しているので、もう。いや、しんべヱ、ここや。ここだよね。うん。待っています。警察は。そして、大泥棒は今どこにいるんでしょうか。もう、西川さん、むやみに振っちゃダメです。あ、今降りてきたんすよ。降りてきたの、今。降りてきたの。降りてきたのね、はいはい。はい。あ、今ギシギシと。降りてきたのね。ギシギシと降りてきたんだ。取られてはいない。取られてはいない。はい。取られてはいない。あ、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 今。あ、大丈夫か。あとちょっと。ああ、でも取ちょっと。取られてる。いや、でも落ちたでしょ、多分。落とした。落としたでしょ。8個でしょ。なんかポドって落ちてたから。ああ、やったー。ギリギリだったね、西川さん、今。守り抜いた、今。守り抜いた。ダブルバズモリー。ダブルバズモリー。ダブルバズモリー。今のはですね、非常にいいです。何がいいって全体的に良かった。そうね、じゃあ、ね、ちょっと。とフリートーク挟んどくか。フリートークか。フリートークでもバズモリ全然ありですから、はい。はいはいはい。フリートーク2個ありますね。じゃあ俺このチェストの2個行こうかな。チェストの2個行ってみようか。オッケーオッケー。はい。西川さんとしんべヱさんが鬼。
はい、でバニちゃんが逃げると、はい、めちゃくちゃ地味。そうやな。そうやな。めちゃ地味じゃ今のは。めちゃ地味。上から見ててもみんなの顔が見えないから。あーそうね。何をやったのか全くわからん。作ったのお前じゃん。全然面白くない今のはもう。長いこれ地上文字、地上文字、うん、うん、地上文字、ね、じゃあ行ってみようか。はい、はい、はい、ということでこれね、文字が書いてあるんで外周回ってなんて書いてあるか当てた人が勝ちと。それでは、はい、用意スタート、はいはい、これね、苦手なんすよ。いや、もうわからんもん。もう気狂いそうや、このグレーが。はい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 。一文字は。おお、いや、しんべさん得意なんだよね。しんべさん得意なんだよね。なんかもう俺、迷路として楽しんでるもん。これ一文字目がわからん。一文字目全くわからん。一文字目むずいね。うん。一文字目がわからない。世の中のようみたいな感じになる。ああ、なるほどね。え？割とわかってんじゃねえ、バニちゃん。あ、ん？これカタカナ？ああ。一番下。はい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 。うん、比較的シンプルな作りはしてるよ、一番下。うん。どう？なんか下わかったわ。ピンと来てる人いんのかな？わかった。お、わかった。バニちゃんわかった？いや、一番下は分かった。あ西川さんは？俺も一番下だけっすね。あ、一番下だけ。しんべさん全部分かったの？分かりました。え、分かった。俺も、俺も分かった。分かった多分。じゃあ、分かった2人せーのでいくか。はい、はい。じゃあ、西川さんとしんべさん、せーの、ちじじじ。正解。え、天才やな、本当に。お情けバズ盛り。おいお情けバズ盛り。なんとかなるだろうと。はいはいはい、ショート動画で。そういうレベルだったんで、お情けバズ盛りということで、あと2つないと帰れませんので。あと2つな、はい。どうですか、追いバズ、追いバズ盛りしたいやつありますか？なるな。これだから、西川さんのリベンジやる？上スクロール行く？上スクロール行こうか。スタート。さあ行ってください、行ってください。下からマグマが上がってきます。マグマが上がってくるんで早く早く、やば。そこまでは行っとかんと。はい、来てますよ、来てますよ、来てますよ。西川さん注意してね。もう来てるからね、もう来てるからね、注意してね。犬死にすなよ。はいはいはい。わ、見えない。やばオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、全員いいよ。しんべさんが一番きつい。しんべさんが一番きつい。よしよしよし。しかししかし、マニちゃんがぐんぐんいってるね。マニちゃんぐんぐんいってるね。よし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 。よしそっちでしたね、マニちゃん。はい、おおお、あぶだ。はい、西川君早っ。え、どうやる。はいはい。あれ、しぶさん、しぶさん、やばいよ、やばいよ、一気にやばいよ、一気にやばいよ。はい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 、おお、じゃない、こやべやべ。はい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 、大丈夫か。え、これどこゴールですか。大丈夫か。やべ、黄色いとこ、焦ってる、黄色いとこ、俺焦ってる、黄色いとこ、焦ってる、やっちゃった。さあ、バニちゃん残すところ、バニちゃんのみ。西川さんはゴールしてます。西川さんゴールしてます。はい、焦らずに行けば、焦らずに行けば行けます。あ、ロブ。おい、いけ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 、まっちゃん、ナイスクリア。ナイスクリア。イエーイ。ということで、バニちゃんと西川さん2人クリアです。ナイス、素晴らしい。ということで、ただいまの結果はバズ盛り。ありがとうございます。ということで、残すところ1個となりました。一番バズりそうなもので、それか、まあ警察、俺が泥棒じゃなくて警察、うん、そうね、これは確実に面白かったんだけど、これやってみる。しんべが泥棒でしょうね。
俺泥棒。じゃあ西川さんこれ警察あげる、はい、よし俺が殺すぞ。バニーちゃんこれちなみにねさ、うん、戦略的なものやっぱ必要だった。結構いる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 、うん、ちょっと今はねちょっと大泥棒の目の前にしてるんでちょっと言えない。そうだよねそうだよね。そうだよね。しんべえさんが透明化する大泥棒でバニーちゃんと西川さんがそれを防ぎたい警察。さあ大泥棒9個の部屋のダイヤ全部奪い取ることができるのか。用意スタート。はい、はい、さあしんべえさん透明化しました。はい、こうか。もうバニちゃんはまず上に追いかけに行って、しかし透明化してるんで当然どこにいるかわからない。そしてあるわあるわあるわ一部屋あ、あい今バニちゃんやられたやられたやられた上上上やられましたよ。左上やられた一部屋やられてますよ。さあそしてまた常に見知らぬところで奪われた部屋があるようですよ。ここは大丈夫。さあ奪われてますよ。ここどんどん奪われてますよ。あ、ここやられてる。ここ中段の右やられてる。あ、下はまだやられてないよ。ここもやられてる。下はまだ上に登ったんじゃない。ガンガンやられてますよ。ガンガンやられてますよ。すごいですよ。すごい速度で取ってますよ。ここはある。すごい速度で取ってますよ。ここはあるっすよ。さあさあさあ大泥棒がちゃんと定期的に。あ、ここない。そこない。ある。え？ここもない。そこもない。もうかなり取られているのか。もうやばい。かなり取られているのか。ここあるぞ。ここある。ここはある。はいはいはい。ここもある。そこもある。今なんかあるあるある。いや俺が開けた多分。あ、本当。さあ今どうなんだ。なんかやらめ。なんか視線感じるんだよね。ここやられてる。真ん中の下やられてる。マジ？視線感じるんだよね。視線も感じる。視線感じる？うん。めっちゃ視線感じる。怖い怖い怖い。大泥棒は。さあ どこだっけどこだっけ。 あ、西川さんここやられたやられた。あ、おった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 逃げられた。どうだった逃げられた逃げられた。え、今ダイヤどこ。あ、ここだ。あ、やっちゃったやっちゃったよし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 。ナイスナイス。違う違う、ラス1やったんや。ラス1だよね。しんべえさんさ、なんかグダったよね。グダりました。最後の1個おったぞ。うわラス1だと思って取れなかったんですか。ラス1がいや、なぜか、入れちゃいました、ね、全部入っとるよ。どうだった逃げられた逃げられた。え、今ダイヤどこ。あ、ここだ。あ、やっちゃったやっちゃったよし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 ナイスナイス。え、これまで奪い取ったダイヤ全部変換。6個ぐらいなぜか入れてます。最終的にめちゃめちゃあの良心的なやっぱり返しますっていう、うん、許してくださいみたいな返すんでみたいな。自首でした。自首しましたが、殺されました。バズモリおい、ということでバズモリ10個。バズモリ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 何族これバズモリ族。ということでね、これでまあちょっとアマバズつけたとこあったんで、正直とりあえず冬休みの期間に出すショート動画はある程度ストックできてんじゃないかなと、はい、ということで、まあ、バズ盛り10個溜まったんで今日は、まあ、みんなね、ちょっとやった帰れる監禁してたけど帰れる、まあ、今日は帰ろ帰ろ。そういえばそういう、うん、じゃあなおっちゃん、うん、じゃあなおっちゃんありがとう。またあのまた春休み前また春休み前またバズ盛り出しに来てくれ。はーい。はーい。じゃあな、じゃあな。じゃあね、おんちゃん。はい。なんだったんだ、あそこは。ああ。変な親父やったぞ、マジで。変な親父やったな。